ある日一人の女の子が森にやってきました。キノコを探していたけれど、森は広くて静かでちょっと不思議な感じです。少し疲れてきた女の子は大きな切り株に腰掛けました。するとだんだん目が閉じてすやすやと眠ってしまいました。眠っているとどこからか小鳥の声が聞こえてきました。お菓子の家があるよ、一緒に見に行こうよ。女の子は小鳥の後を追いかけました。小鳥についていくと森の中にカラフルで可愛いお菓子の家が見えてきました。女の子はびっくりして目をまん丸くしました。お菓子でできたお家の周りをぐるりと見て、女の子は大喜び。キャンディーのドアにチョコレートの壁、美味しそうなものがたくさんです。小鳥は優しく、この森にはずっと眠っている特別な花があるんだよと教えてくれました。その花を咲かせられたら森はもっともっと綺麗になるよ。小鳥は森のもっと奥へ進みました。そこには静かに眠っている特別な花がひっそりとありました。女の子はそっと手を伸ばします。中に広がりました。花がパッと咲き誇り、森も生き生きと光って素晴らしい景色になりました。あれ、女の子はふっと目を覚ましました。気がつくとまた切り株に座っています。でも森がいつもよりキラキラして見えました。そっと森を見上げ、また遊びに来るねと心の中でつぶやきました。森の小鳥たちも女の子を優しく見送ってくれました。おしまい。